の上手な楽しみ方として、今日はフルーツ酢をご紹介したいと思います。今回はフルーツ酢を作るんですけども、実はフルーツの実は使わずに皮や芯だけで作りたいと思います。家庭でなかなかフルーツの皮や芯1日で貯めることはできないので、少しずつ冷凍庫で貯めておくと、そうですね、これが一応 300g あるんですけども、これぐらいになりますと、ちょうど1リットルぐらいのお酢が作ることができます。こちらにある皮は、梨、キウイ、リンゴ、イチジク、オレンジ、あと生姜の皮なんですけど、生姜は、深みが出ますので、ぜひ入れてもらいたいです。それでは作っていきたいと思います。まず鍋にもうこの皮を全部入れてしまいます。でお水です。水はこちら1リットルです。これを火にかけてコトコトと15分ほど煮出していきます。沸騰するまでは強火で火をかけていきます。フルーツ酢の飲み方は、冷蔵庫にいつもストックしておけば、ちょっと喉が渇いた時とか氷を入れて、本当に清涼飲料水のみたいな感じで、ごくごく飲んでも構いませんし、食事の前ですとか、お風呂上がりに少し飲んでいただくと食欲増進や、疲労回復になりますので、ぜひおすすめです。炭酸水で割ったりしても、美味しく召し上がれると思います。こちらに、蜂蜜とあとリンゴ酢で味を、整えるんですけども、フルーツの酸味と蜂蜜の甘さと、あとはフルーツの、味ですよね、生姜の香りコクがあり爽やかな酸味の飲み物です。沸騰してきましたので、弱火にします。今回リンゴと梨、オレンジ、イチジク、生姜と、キウイの皮が入っているんですけども、どんな果物の皮や芯を入れていただいても、大体美味しく召し上がれます。15分ほど、経ちましたので、ここに蜂蜜を入れていきます。とこちらがリンゴ酢です。リンゴ酢じゃなくても、穀物酢でもいいんですけども、フルーツ酢ですので、リンゴ酢がおすすめです。で火を止めます。それでは、裏ごしていきます。目の細かいザルで、裏ごしてください。自然の状態で、あまり潰しすぎてしまいますと、苦味やえぐみが出てしまいますので、この状態でしっかりこう切ってもらえれば、大丈夫です。はい、でこれを、冷まして冷蔵保存すれば完成です。爽やかでヘルシーなフルーツ酢完成です。